3人影のない長い廊下には警察署特有の甘い尿の匂いが漂っていた食い荒らした丼や箱弁の殻がいくつも投げ出されていてその上をハエが飛び回っていた遠くで激しく打ち合う竹刀の音がしていた 司法主任という表札のかかったドアが開いて分厚な書類の綴りを抱えた丸腰な巡査の後から葵がそろそろと出てきて窓際のベンチへ腰を下ろした重やつれがしてまるで違う人のように見えた服はねじわでヨレヨレになり背中に大きな汗のしみを作っていた 首筋や手の甲は一面に南京虫にやられたぞっとするような赤い斑点で覆われていた巡査が次のドアへ消えると葵はぼんやりした目つきで窓の外を眺めながら無意識のようにポリポリと手の甲を描き始めた窓の外は空き地になっていて激しい日差しの下で砂利が 白くきらめいていた葵は急に目を閉じたまぶたの間から涙が流れ出してきた泣いているのではない激しい光が睡眠不足の目を刺激したのだ葵は3日目にようやく留置を解かれた極度の疲労と緊張の後の麻痺状態が 頭を無感覚にして何も考えることができなかった何のためにここへ座り込んだかそれさえもあまり明白ではなかったただむやみにかゆかった葵は辛辣な取り調べを受けた参考人としてではなく殺人嫌疑で尋問されていたのだった警察では 殺人の前夜に那覇へ現れた女も古田根の作へ遺産相続通知の電話をかけた女も葵だと決めてかかっているのだった那覇の男がどうもこの女ではありませんと証言し葵にも確かな不在証明があったのでこの方の嫌疑だけは免れたが電話の方は古田が こんなによく響く声ではなかったと明瞭に申し立てているのにどうしても納得しないのだった最後には二人で共謀してやったんだろうなどと言い出したこうなれば弁明するだけ無駄のようなものだったことに葵には過去の経歴のうちに明白にしたくない部分があったので勢い答弁は曖昧にならざるを得なかった 係官りはそこへのしかかってきた。葵は、電話をかけたのは私ではないというほか、どういうすべも知らなかった。しまいには言うことがなくなって黙ってしまう。すると、今まで恩願をもって接していた司法主任は、急に目を怒らせ、顔中を口にして、なめるなこのあまと、大喝するのだった。 2日目の昼には強制的に天備されたもし病毒ででも持っていたらその点で有無を言わせないつもりらしかった警察医が指にゴムのサックをはめて葵の肉体を調べた結果は思いのほか良かった警察医は妙な笑い方をしながら「君あいつは処女だぜ」 と言ったこれが係官の心象を良くしたできるなら葵は何もかも告白してここから逃げ出したいと思った心が投げやりでこの世の幸福などはすっかり諦めていた今までの葵ならば多分そうしたであろうしかし今は違う久我の優しい眼差しを通してその奥に おぼろげながら幸福な自分の未来を見出しているのだった23年の半生を通じて今ようやく葵は幸福になろうとしているこの夢だけは失いたくないのだった検査室の鉄の寝台に寝かされた時葵は憤りと悲しみで心が差し抜かれるような気がした この時ばかりはさすがに何もかも告白しようと思ったそれさえすればこの恥辱は受けないで済むのだだがそれを言えば葵はもう終生久我に会うことができないであろう久我への激しい愛情がこの屈辱に甘んじさせた涙があふれてきて止めようがなかった 乏しい小立の小を渡って涼しい風が吹き込んできた。葵はうとうとと仕掛けた。廊下の端にクガが現れた。大股で近づいてくると押し出すような声で、やあ、と言った。唇がピクピクと動いた。とっさに何も言えない風だった。 葵はとろんとした目を半分開いて久我を見るいっぺんに目が覚めたひどかったでしょ何でもなかったもう今日は帰ってもいいんですってわざと投げやりな調子で言ったこんな風にでも言わなければわっと泣き出してしまいそうだった 久我は撫でさするような目つきで葵を眺めていたが、急に葵の手の甲を刺すと驚いたような顔で尋ねた。どうしたんです、これは。虫尽くしよ。のみか、しらみ、南京虫。つらかってんわ。そして微笑してみせた。うまく笑えなかった。 久我は少し険しい顔になってそれはひどいそれでどうだって言うんです警察じゃ虫も殺さないような顔で大それたことをしやがってひどいことを言う欲張りの報いよ久我は葵のそばへ並んで座りながらもっともあなたばかりじゃありません あの朝、那覇に集まった連中はみんな呼ばれているんですよ。新聞記者の西貝くんまで。あっちの部屋には警視庁の連中が頑張っていて、今、那覇のボーイと乾と古田を調べています。あなたもええ、もちろん僕も。だが、あなたが案外元気なんで安心しました。心配してたんですよ。 本当にひどいことをされやしないかと思ってそれにこの暑さだしせめて何か冷たいものでもと思っていろいろ奔走してみたんですでも警察ではうさんくさそうな顔をするばかりで何と言っても受け付けてくれないんです勘弁してください放っておいたわけじゃないんだから葵はもうひとたまりもなかった手で顔を覆うと体を震わして泣き出した くがも潤んだような目になって、疲れてるんだ。早く帰ってお休みなさい。送って行ってあげたいけど、僕ももうすぐ呼び込まれるでしょうし。そう言って葵にハンカチを渡した。すぐ泣き止んだ。きれいに目を拭うと、ごめんなさい。いいえ、いいのよ。それよりうち、ここで待ってます。あなたが住むまで。 いやそんなことしないでもういらっしゃい疲れてないわけはないんだからでももしよかったら今晩少し調子づいて実はねさっき向こうで相談したんですが今晩糸満ハエ太郎の参考人の会をやろうってことになったんです新聞記者の西貝君ん乾老人古田君それから僕あなたは疲れてるでしょうから お誘いはしないけどこのままここへ倒れてしまうのではないのか葵は気が遠くなりかけているしかし今晩久我に会えるなら葵は静かに言った「こんなの30分も眠ったら治るでしょう今晩どこで? 7時」時 新宿のモンナムール葵が立ち上がるお伺いしますじゃあさよならじゃあ七時に廊下の端で一度振り返ると夢の覚めきらない人のような足取りでそろそろと右の方へ曲がっていってしまった久我はその方へ手を振った 時計を出して眺め、それから落ち着かなそうにコツコツと廊下を歩き始めた間もなく下のドアが開いて乾が出てきた車の羽織の裾をくるりとまくって久我の前に立ちはだかると「やっと済みましたよバカな念の入れようだくだらん」「それはそうとせっかくの会合だが」 古田は来られんでしょう上着に血がついてるのが見つかったさもあるべきはずさ見るからに悪そうだからねあいつはそう言うと口をゆがめて能面の悪情のような顔をした久我の背筋がぞっとした返事もできないでいると乾はゆっくりタバコに火をつけながら空うそ吹くようにして この事件もこれで一段落か。おやおや。サリッとはあっけなかったね。私は後半が好きで、よく傍聴に行きますが、刑事事件は面白いですな。ちょいとかかり合ってみたいようなのもありますからね。今度のなんざ、いささか関係が濃厚で、大いに楽しんでいたんですが、こうあっけなく幕になっちゃしようがない。それにつけても、 一体日本の警察はうかですよ市民にもっと協力を求めなくちゃいけない密告制度を設けて大いに投資を奨励するようにすれば現在よりは必ず能率が上がるようになりましょうにやりと笑って「もっとも最近は少し良くなったが」と言って急に声を潜めると「実はね古田根の作を密告したのは 私なんですふふ <laughs> 人に言っちゃいけませんよ恨まれますからな警察に協力するのは市民の義務でさ生意気に人をバカにしやがるからざまあみろ人殺しめでは今晩帝国に水差しのたばこを火のついたままポイッと廊下に投げ出すと踊るような足取りで歩いていった。 久我があっけに取られてその後を見送っているとまたドアが開いて今度は西街が出てきたひどくはしゃいだ声で「お次の番だよ」と言った荒い息遣いをしていた巡査がドアから首だけ出して思いのほか丁寧な声で「久我さん」と呼んだ久我がベンチから立ち上がろうとする拍子に 膝から麦わら帽子が落ちたどこまでもコロコロと転げていってはるか向こうの壁にぶつかると乾いた音を立ててそこで止まった久我はなぜかひどくうろたえて帽子を取り上げるとよろめくような足取りで戻ってきた「おい久我君、待ってるぞ汽車だまりで久我はちょっと振り返ると 妙に印象に残るような微笑を浮かべてうなずいたドアが閉まった「おおどうでした西貝さん」西貝が汽車だまりへ入っていくとひどい煙の中からいきなり那須がこう声をかけた三人ばかり立ち上がってどやどやと西貝のそばに寄ってきた 西飼はテーブルの上へ腰をかけると怒ったような口調で言った「小生なんざどうでもいいのさ小生がいろいろと有益な進言をするんだがまるで聞いちゃいないんだ人に喋らせておいて夢中になって古田の調子書を読んでるんだそれからあのチャップリンヒゲの何かまた新しい証拠が上がったんだな聞いたかナス。 ナスは書きかけの原稿をカバンの中へ突っ込みながら「そういろいろやってみるとあいつの心情に曖昧なところが出てきたんだ」「那覇のやつがようやく今日になって言い出した」「そういえば人殺しのあった前の晩の8時ごろ、古田が若い女を連れて酒を飲みに来た」「この方ははっきり見たから顔は覚えている」「2 2歳のいい女だった」 声に聞き覚えはないかと係が聞くとあまり口数を聞かずにツンとすましていたからどうも声はよく覚えていないと言うんだがねそれでそれでその女は古田のなんだそれが窮してるんだよ古田のを言うことは小柳橋のたもとでその女に会って「姉さん一杯行こう」と声をかけたら「イエス」と言ってついてきたってんだだが お,およその寸法は決まったらしい本庁の意見も一致した現場の証拠は薄いが部屋の手のつけ方から見て初犯の手口だということになった星は今のところ女だという見込みなんで痩せにその女の足取りを拾っているんだね結局西飼がひったくった結局さそんなものを追い回す必要がないんだ葵をもっと引っ叩けば いやでもその女が出てくるつまり A は B なりさしかしこういう方法論をあの男がわかるはずはないもっともあんな薄墓に看破されるような幼稚な証明の仕方はしなかったろうが要するに生物変化の過程をあの低能児は古後の現象としか眺めえなかった 西街恵三は白髪になっても西街恵三だという理屈がわからんのだそんなウンテレガンの証言を捜査の基礎にしてるんだからこりゃいつまでたったって解決するはずがない電話の声にしたってそうだ声の音色なんざ問題じゃない古田と葵の二人だけが特別の方法で通知を受けたという点が重大なんだこれだけで二人のお間に 何か共通の劣勢因子があることが十分察知られるじゃないかうっかり口を滑らしたばっかりにこれが今あいつらの弱点になっている現にその点で盛んに共同政策をやってるじゃないか片っぽでこんな声じゃなかったといえば片っぽじゃこんな正直な方はありませんなんて抜かすおいナス何しろあの女はバカじゃないんだ ししっかりしろよよ、名探偵さようそこが藤四郎と名探偵の違いさナスが笑いながらやり返す葵はね西街さんその9時って時間にはちゃんとシネラリアで働いていたんですぜしかも一晩中葵のそばにへばりついていたのはと言いながら 隣のモダンボーイ風の記者を指して「何を隠そうこいつなんだから話は確かだ」「こいつはね一名ダニチュウといって女のそばにへばりついたら雷が鳴ったって離れやしないんだからそれにあの晩はこいつが」「別の一人が後を引き取っていった」「アパートまでお送り申しの」 手よく戸口で断られの赤電を追っかけてすってんころりんのやだなみんながどっと笑う西貝が言った人殺しは午前3時だでもね葵は朝まで部屋にいたんですよ葵が帰ると必ず差配の娘が起きて玄関を閉めることになっているあの晩も玄関を閉めてから 5分ばかり立ち話をしてそれから二人が寝に行った窓に非常はしごがついている那須はやりきれないというふうに苦笑しながらそいつはくだらない若い女が夜半に非常はしごを降りて新宿から深川まで行き人を殺してきてまたそこから部屋へ入る。 これを誰の目にもかからずに初めからしまいまでやってのける。やってやれないことはなさそうだ。がまずほとんど絶対に不可能だ。可能内における不可能の部分日常生活内におけるイマジナルナンバーだ。安全率が微小すぎて実用に耐えんのですな。嘘だと思ったら実験してごらんなさい。あなたの窓にも。 非常ばしごがついてるでしょできる午前2時ごろそうだおやおや実験済みとは知らなかった実験したとは言ってやしないしかし実験してみせてもいいこれはね一人の人間を二つに割って使えばわけなくできる不可能なにおける可能の部分さ例えば 横合いから一人が頓拳な声で口を挟んだ。それはそうと西貝さん、あんたこそ、あの晩、どこにいたんですきっとそっちを振り返ると、厳しく眉を潜めながら、なんでそんなことを聞くなんでということはないが、あの晩、僕は、柳で金を足らなくして、二時ごろ、あんたんとこを起こしたんです。あんたがいないんで。 ぼか弱っっちゃった。あそこはあんまり馴染みじゃ銀座にいた切りつけるような返事だった壁の大時計が三を打つ那須が立ち上がってあくびをしながら「お茶を飲みに出ませんか西貝さんそこで続きをやりましょう」「もうやめだ構わず行ってくれ」 俺はここで久賀を待ってる。するとダニ中が言った。久賀ってあの若い男。あれは特攻の第二係じゃないか。僕は確かに本町で見かけたことがある。狼狽したような目つきで相手を見つめながら西外が言った。第二係そ,そんな馬鹿なことはないだろう。 西街を残して、みなががやがや言いながら出て行った。久賀がまず先にやってきた。みなの来る前に、少しでも葵と二人きりで話したかったのだ。広間の真ん中のテーブルについて水をもらった。生温かい水だった。 広間にはむやみに人が詰まっていて皆申し合わせたようにジョッキを控えていた大きな扇風機が苛立たしく天井で羽ばたいていた葵がやってきた藤布のブルーゼに薄らしゃのスカートをつけ真面目な百貨店の売り子のようにさっぱりと地味ないでたちだった駆けつけるように寄ってきて の隣へ座ると苦しそうに息を切った「はあはあ言ってますねどうしたの?」「プフッと笑うばかりで返事しなかったおなかは開けてあるでしょうね子どものように幾度もうなずいた広間の入り口のところで 西貝と乾がうろうろしている葵がその方へ両手を上げてそれを手旗のように振った二人は遠くからやあやあ言いながら近づいてきた乾は黒い上着を着その下へ堅苦しく白チョッキをつけていた扇子で手首へ風を入れながら「過酷なる主直の手より脱免し」 四子ここに無事再会。こうして一杯飲めるというのはまずまず執着の至り。とベラベラ喋ってから葵の方へ短い顎を突き出し「ねえ葵嬢何かと随分うるさかったでしょう。いやお察ししますよ。今度はどうもあなたが一番分が悪かった。美しく生まれるととかく損をするって。 西街は露骨に嫌な顔をして「警察の話はよしましょう」「何はともかくとりあえず喉を閉めそうじゃないか」「チェ誰も寄ってきやがらない」激しくテーブルを叩きながら「おい久時、久時は皆死に絶えたのか」と叫んだ乾は3人の顔を見回しながら「時に痕跡の散財はどなたのお受け持ちでございますか いや、それとも。こういうことはあらかじめはっきりしておく方がいいので。久我が答えた。微笑しながら、失礼ですが、今日は私にやらせていただきます。東京になれぬので、こんな殺風景なところを選びましたが。乾は、それはそれはと、卑しい笑いを浮かべながら、この度は実際、不思議なご縁でした。 しかしながらこういう決着になりますなら不幸必ずしも不幸ではない何とぞ今後ともご実婚に願いましょうことにこういう思い押しは将来もたびたびやっていただきたいもんででは一つくつろぎますかなというと上着を脱いでワイシャツの袖をまくり上げた葵はうつむいてクックと笑い出した笑いが止まらないふうだった 乾は一向意に返せぬようでうるさくピチャピチャと舌包みを打ちながら諸子の顔を見るにつけ思い出されるのは遺産相続の件ですって私はね最近あれこれと考え合わせて糸満氏さえ殺されなければ必ず幾ばっかの遺産を手に入れていたろうと思って糸満氏の下手人が憎くて憎くてならんのです。 面白いですね。それはどう言うんですかと真面目に久我が訪ねた西街も葵もフォークを休めて顔を上げたあの遺産相続の通知は洒落でも冗談でもない正真正銘のことだったのです告知人はすなわち糸満早太郎その人だったんであの朝5人を自分の店へ呼んで それぞれぞ財産を分与するつもりだった思うにその人はがんか何か病んで自ら余命いくばくもないことを知っていたしかも手紙の文面から察すると病態はすこぶる見学だったのですな西街が吹き出した「犬色あんたも新聞を読んだろうが糸満って男は」 未曾有の赤西だったんですぜその男がどこの馬の骨かわからないやつに自分の財産を静かに乾が答える多分そう言われるだろうと思っていました私も新聞を読みました新聞で糸満氏の成功を知るに及んでいよいよ私の想像が間違っていないことが分かったのです西飼氏あなたがそう言われるのは 臨食感というものの心情を返していないからです。一口飲むとまたコップを置いて「正直なところ各いう私も臨食感です。されば私には糸満氏の気持ちが実によくわかる。一体臨食感というものはそういう絶対境に追い込まれると得てして非常に飛び離れたことをやり出す。絶体絶命だ。 どうしても天命には勝てんなんていうことになると今まで押し付けに押し付けていたものがいっぺんに爆発する唯物凝固の世界から一躍にして虚にして無なる境地に直入する赤西であればあるほど反動も大きければ爆発も異常だご承知の通りあの前夜糸満氏は見知らぬ女に大番振る舞いをし 自分もしたたかに飲んだと言いますが、糸満氏を知ってる連中の話では、そんなことは何十年来なかったことだそうです。これなどは実にその辺の消息を雄弁に物語っているじゃありませんか。どうです。それでもまだご依存がありますか。急に調子を変えて。だからさ、どのくらいあったか知らないが、当然手に入っていたものを、 むざむざ横合いからひっさらわれたかと思うとあたしはそれが残念でいても立ってもいられないんだテーブルの上へ両手をついて3人の方へ体を乗り出すとあたしは蛇年生まれでねこれで嫉妬心も強ければまた随分執念も深い将なんだからこんな目に遭わされて黙って引っ込んでるわけはないあたしの手で今にきっとそいつをとっちめてやるつもりなんだ なあに、どうせ長い跡残っちゃありゃしない暇に見てろいどんな目を見るかぬすっとめそういうと急にぐったりとテーブルの上へ頬杖をついて上ごとのように何かブツブツつぶやき始めた衰退としてもこれはかなり異様なものだった西貝が久我にささやいた 恐ろしい精神状態だ久我はささやき返すむしろ奇抜ですね西貝が言った「犬色、性格の違いというのはえらいものだね小生は寅年生まれだが遺産のことなんかとうに忘れていたよ忘れるのはあんたの勝手だ犬がうなるように言い返した」。 まあ、立腹したもんなしかしながら糸満の加害者があんたの血相を見たら大抵すくみ上がるだろう何しろすごかったぜ乾はふふんとせせら笑っただけで相手にならなかった久我がニヤニヤ笑いながら同感ですね私はついさっき取調室から出てきたばかりですが帰りがけに司法主任がこう言ってました だいぶご機嫌でね。君加害者はやっぱりあの朝那覇へ来た五人のうちの一人なんだ見てたまえ、誰だか明日になればわかるからっていかにも面白そうに三人の顔を眺めながらしてみると加害者はこの一座の中にいるのかもしれないですね私かもしれないいやことによったら犬色それ自身かも。 駆鹿がまだ言い終わらないうちに乾がすっくと立ち上がった今にも投げつけるようにジョッキの取っ手を握りしめ目をカッと見開いて駆鹿をにらみつけながら「なんだともういっぺん言ってみろ畜生」と叫んだ須崎署の廊下で見たあの悪情の面になっていた西貝は「これさこれさ」と芝居係に手を振りながら乾に ほうきな声は皆聞いてるじゃないか。美乃井は久我をにらみ据えてもう一度「畜生」と叫ぶと急に崩れるように椅子の中へ落ち込み両手で顔を覆ってすすり泣き始めたしゃくり上げて泣くのだった西貝は手がつけられないというふうに頭をかきながら「うち泣き出しちゃいかんな」。 テーブル越しに手を伸ばして乾の肩を叩きながら「犬色これさ犬色君の酒もあまりよくないね泣くほどのことはありゃしない冗談じゃないか」そして久我の方へ片目をつぶってみせた「久我し貴殿も少し慎ますせ老人にからかうなんざよくないよ久我は照れくさそうに笑いながら乾に 勘弁してください冗談なんですから乾はようやく顔を上げると涙で濡れた目で恨めしそうに久我を見ながら「いけないよ冗談にしてもあんなことを言うのはとうとう私を泣かせてしまってそして手のひらで目を拭ったもう泣いていなかった久我が言ったつい何でもなく言ったんですが 勘弁してください今のは私の冗談ですがでも司法主任がそう言ったというのは嘘じゃありませんこんなこと言ったらまた気を悪くなさるかもしれませんが現にあそこにそう言いながらテーブルの上へ低く顔を伏せるとささやくような声で葵に言った「葵さんそのまま静かに顔を上げてください」葵は顔を上げて怯えるような目つきをした いや、何も怖いことじゃありません奥から三番目の柱の横のヤシの鉢植えのそばのテーブルに男が一人座ってるでしょ見えましたか葵がうなずいたそうあれは警察の人間です葵は眉を潜めながらほとんど聞き取れぬような声で言った「もう済んだと思ってたのに」 いややわ久我が続けたあの男を私は須崎署の刑事室で見たんです二度ばかり西街と乾にさっきお二人があの男のそばを通り抜けようとするとあの男はお二人の方を顎でしゃくって誰かに合図してました西街が高っちで言った。 じゃあ多分小生の知っとるやつだろう。小便しながら面を見てくる。大きなこと言ったらとっちめてやる。虚勢を張ってるようなところもあった。乾は子供のように手を打ち合わせながら叫んだ。そうそう、おやんなさい、おやんなさい。西飼は立ち上がると、どすんどすんと足を踏みしめながら、その方へ歩いていった。乾は目をキラキラ輝かせながら、 熱心にそっちを眺めていた。西貝は皿の中へうつむいている男のそばへ近づくそこで歩調を緩めてじろじろとしつこくその顔を眺めそれから広間の奥の手洗い所へ入っていった食事が済むと西貝と乾は一足先に帰ると言い出した「もうだいぶいい機嫌で」 仲良く肩を並べながら出て行ったしばらくの後葵は臆病そうに口を切った送ってちょうだい一人ではうち恐ろしい久我はそれに返事せずに笑いながらさっきの司法主任の話あれで任せです犬色がつまらないことをいつまでも喋ってるからちょっと黙らしてみたんです ここれで、でななかなか人が悪いところもあるでしょう少し真面目な顔になって「葵さんあなたはもう呼び出されることはありませんから心配しなくても大丈夫です」と言うと上着の内ポケットから金色の紋章の入った警察手帳を取り出すと初めのページをめくってみせた「久我千秋」と彼の名が書いてあった。 安心してください。私がこう言うんだからそして優しく葵の手を取ったどうしたというのか葵は急に青ざめて低く首を垂れてしまった久我の手の中で葵の小さな手がピクピクと動いた早くそこから逃げ出したいというふうに 「事実は小説よりも木なりということは確かにありうるしかしそれが木に過ぎ少し通常の域を超えているともう一般からは信じられなくなってしまう小説の場合と全く同じである糸満颯太郎の殺人事件も謎の女とか未知の財産依存者とかいう具合に たまたま過剰な架空的要素を含んでいたので小説嫌いの実直な世間からはいささか小バカにされている形だったしかし一方には好奇的傾向の強烈な連中もいてこれはいつも案外に大勢なのだがその方面で一週間以来この事件はさまざまに論議されていた加害者が若い女で しかも初心者の手口だというところから言うまでもなくこれは上智の犯罪だなどとうがった批評をする者もいた早がてんをしてはいけないでは遺産相続通知の方はどうだというのか上智説はそこでぐっと詰まってしまうその女については新聞もいろいろと奇抜な想像を加えて書き立てたが一般が最も知りたがっている 謎の遺産相続通知の真相については多分警察の捜査方針を混乱させるための犯罪者のトリックであろうという以外に満足な説明をすることができないのであった犯罪の前夜那覇に現れたという223のすらりとした断髪のその女はその後用として行方が知れないのだった。 しかしその存在は肯定されていた。知能不全な那覇の防衛の原子ではなかったのである。その女を認めた人間が他にもう一人いた。ある警官がその夜越中島の定大航空試験場の前を右へ折れて古い芝町四丁目の方へ歩いていく女を見た。もう間もなく午前三時という時刻だった。 非常に急いで歩いておりました店を閉まってきた女級のような風邸かいやそういう種類の女ではありません上品な身なりのどこかの霊場といった風邸だったのであります時間も時間でありますので私は尋問しようと思いおいおいと声をかけようとする途端に四丁目一番地の角を曲がってしまいました ちょうどその時私は、その道と定時型に交わる路地の奥を巡回しておりましたので、急いでそこを飛び出し、その角を曲がってみましたが、その時はもう姿が見えなかったのであります。ご承知の通り、あの辺は小さな路地が錯綜している場所でありまして、遺憾とも手の下しようがなかったとはいえ、完全に職務を遂行し得なかったことに対し、 甚だ自責の念を感じているのでありましてその警官は勇敢で「斑太郎の殺人事件」を読むと報道されたその女の風景が前夜見た女のそれとまさしく一致しているので強行して早速その由を上官に報告した捜査の重点は直ちにこの部分へ移され警視庁捜査第一課と須崎署の全力は 古い芝町を出発点にして全地域にわたってその足跡を追跡し始めたその女は牡丹町三丁目から右折して平久町へ入り金立つ材木置き場の付近まで行ったことが分かったが足跡はそこでばったりと途絶えてしまった突然大地へ溶け込んでしまったのである何の手がかりもないままでそれから一週間たった 今朝のある新聞は警視庁がフェミニズムの傾向に陥るのは捜査のためにあまり有益なことはあるまいと揶揄していた葵は寝床の中でそれを読んでいた久我が予知したようにその後葵は召喚されることもなかったので毎朝ゆったりした気持ちで新聞に読みふけることができるようになった。 葵はこの事件の記事が目に触れるたびに初めて久我と会った朝のことをいつも心楽しく思い出すいろいろな記憶の再編とりわけて特攻刑事だと明かされた時の強烈な印象を思い返すあの時葵が青ざめて首を垂れたのはこれほどまでに真摯な久我に対し あくまでも偽り通さねばならぬ忌まわしい自分の経歴を悲しんだからだった葵が久我に一か月ほど前に初めて東京へ来たと言ったのは嘘である彼女は東京で生まれそしてそこで育った葵はある大名家族の長女に生まれた西国の泉高虎の一門で 葵の家はその分家だった代々古賀に豊穣な風磁を持ち瓦解前は法王の益公の家柄だった旧幕時代の分家というものは親戚であっても大体家臣同様の格に置かれたものだが泉藩における分家とはあたかも主人に対する無僕の関係に等しかった葵の家の家訓には 次ののような一生がああったのである「ひたすら御本家様に恭順しいかなるご無能の恩申し入れにてもこれに違背せざるを家見の第一といたすべく死死孫孫」そんそん「この家見は現在もなお違背なく固く遵守されているのだ 葵の父は生来累弱な無意識な人物だった母は美しい人だったが激しい憂鬱症で葵の物心がついた頃にはもう一人離れたすき家の中で帰居しいかなる人間に対しても口を利かなかった泉家のさまざまな慣例のうち本家の次男三男は 分家の女子と縁組するのが代々の規定になっていたので葵もその例に漏れることはできなかった実情を明かせば本家の家系はいわゆる劣勢家系であってしばしば手のつけられぬ不適者を出したこんな家に嫁の規定はないのだから強制的に分家の女子をそれらの疾病に目合わす必要があったのである。 このようなわけで、葵の夫と定められていたのは正明という本腹の四男であったこれは純粋の地方でのみならず眼球浸透症といって眼球が簡単なく動いている不気味な病気を持っていた。 葵のの十五の春に父が喉頭がんで死ぬと文家を建てるという名目で二十一歳の正明が急遽葵の家へお下りになることになり葵はその世からこの阿坊と同室で夫婦のように帰居することを強いられるのだった本家から正明に付属してきた老女がこれは言いようのない愚昧な女だったがうぶな娼婦を悩やすやり手ばばのように 心笑顔に万事を取りしきって分家の何人にも有無を言わせなかった次の夜正明は猛然と葵の前に立った彼は異常なサチリアージスの傾向を持っているのだが実際のことは知らなかった老女が教えてもそれを了解することができないふうだったしまいにいじれてくると爪を伸ばして ところを嫌わず老女をかきむしるのだった忠義一途な心から老女が力いっぱいに葵を捕まえるその近くで白痴面が霊の目玉を絶えずギョロギョロと動かし鼻を膨らませながら夢中になって無益な身動きを続けている様は何と言ってもこの世の姿と思われなかったしかし結局は いつつ。も葵の方が勝つ力いっぱいに跳ねのけると母のいるすきまで逃げていくのだったすると老女は「この家には誰一人自分に手を貸すものはない言語道断な不中者ばかりだ」と言って散々にたけり立ち挙句は大声で泣き出すのだったこの格闘は一月に56度は決まって繰り返されるのだった 葵はこの環境から逃げ出すことばかり考えていた。もとより母は廃人で頼みにならない。ここから逃げ出して世の中で生きていくには、自ら永遠とその力を養うほかはないことを悟った。ただ一人、彼女に力を合わせてくれたのは、一週に三度ずつやってくる若い女の家庭教師だった。葵は、 あらゆる方法を感情を手芸を世間を志士としてこの夫人から学び取った葵は十八歳の秋に家を捨てた五島列島の福江島へ行きそこのカトリック信者の漁師の家に隠れたこれは家庭教師の成果だった二十一の春までそこで暮らし 神戸のダンスホールで2年近く働き2月ほど前に東京へ帰ってきてシネラリアへ通い始めた葵が警察で自分の過去を打ち明けなかったのは今度引き戻されるともう奥がに会う術がなくなるからであった正明は健全でしきりに彼女の帰宅を待ちわびているこういう場合 警察が彼女の味方をするべき言われはない6年前の捜査願いを適用して完全にその職能を果たすであろう久我を偽っているのはひとえに彼女の劣勢家計を知られたくないからだった多分久我は彼女の血の中にも不適者の因子を想像してたちまち面を覆って逃げ出すであろう真実を言うために久我を失うのは 変えられないことだったそれにすでに嘘を言いすぎているもう取り返しがつかないのだった葵は告白しないことに決心しているそれにしても久我は美しかった恋人として見るときは不安を感じずにいられないほど淡麗な顔をしていた こんな青年が警視庁にいるとは信じがたいほど優雅な虚子を持っていたシネラリアへ集ってくる最も貴族的な青年たちですら久我ほどのエレガンスは持っていないのであった今では葵は久我の真実と愛情にいささかの疑いも持っていなかった彼は葵を警察から釈放さえしてくれたのであるこれが 愛されてている証拠でではなくて何であろう多分そう信じていいのに違いないその美しい要望にかかわらず久我の正常は堅実だったその上彼は優れた詩人だったもう5年少なくとも40になるまでには彼は何か一角の仕事を成し遂げるであろう 家庭にいて自分もそれに協力するのは楽しいことに違いなかった。一日も早くダンサーなどはよさなくてはならない。彼のためにそうするのが死闘である。葵はアパートのサハイの娘やシネラリアの仲間に久我のことを話すときは彼をフィアンセと呼んでいた。彼女に好意を持つほどのものは 一日も早くその披露式を見たいと望むのだった誰よりもそれを望んでいるのは葵自身であるが葵はほとんど毎晩フィアンセに会っていた久我がシネラリアへ葵を迎えに来それから角はずの海外で何かしら二人で夜食を食べるのだった 西街も時々仲間を連れて二人の夜食に加わった乾老人の骨董店もすぐその近くにあったので迎えにやれば一義に及ばず駆けつけてきた葵は久賀と二人きりでいる時も大勢でテーブルについている時も同じように楽しそうだったことにそういう時は久賀のそばに寄り添っていて 初心のお主婦のようにいろいろと細かい心遣いをするのだった西貝が酔ってわい弾をしても腹を立てなかった乾がコップから酒をこぼして胸を濡らすとその度に立っていって優しく拭ってやるのだったすると乾は「青い上よあんたを最初に警察に密告したのはこの私なんだが」 なんともかんとも申し訳のない次第でと顔中を涙浸しにして繰り返し巻き返しわびるのだったつまり悲願んでるんだねこれが私の悪い病さひねくれた初期根性ってのは一朝一夕ではなかなか抜けきらないそこへ持ってきて52年の感化孤独さ意地悪をするのが楽しみになるのも無理はなかろうしかしまあ 勘弁してくださいよあなたには全くすまないと思ってるんだから二時ごろまで時にはこんなふうにして楽しく夜を明かすのだった暗い空で稲光がしていた久我はいつものように葵をアパートまで送ってきた中へ入ろうとする葵をちょっと と言って呼び戻すと聞き苦しいほどどもりながら言った「葵さんどうか僕と結婚してください」そう言うと逃げるように少し体を引いて「じゃあお休み」いや今すぐ返事しないで一晩よく考えて「明日の昼僕のところへやってきてください一緒に食事をしましょう」そしてつぶやくような声で。 もし承知してくれるなら手袋をはめてきてくれたまえあのレースのついた方。久我と葵は結婚した糸満栄太郎の殺人事件ははしなくもとうとう一組の幸福な夫婦を作ることになった二人ながら両親がなく 親戚というものもこの東京に持っていないので披露式の祝いの席に連なるものは勢いあの朝那覇で会った連中のそれ以外ではなかった西貝恵三乾老人それに若い新聞記者の那須が一枚それに加わった新宿の天作という小料理屋の離れ座敷だった西貝と那須は 大理石の置き時計を送って大いに気張ったところを見せた乾は大きな地球儀を送った「これでどうしろ」というのだその戦議はどうでもいいとした西貝が立ち上がって祝辞を述べた人差し指で鼻の穴をほじりながら「要するに結婚の効理的方法というのは一日も早くガキを生んで」 自分らの責任を全部ガキどもになすりつけてしまうことなんだ7つになったらどんどん尻をひっぱたいて小銭を稼がせろいくら出来の悪いガキでも歌わせてよぐらいはやれるからなたまたま出来のいいのを切り出したら実にその紅用を計り知るべからず末は芸者かね花魁かさ何も親父が悪せくして稼ぐものはね合理的結果が っってててたかって飯を食わしてくれらね。さればさ無数のガキを産んで老後ますます安泰に暮らされんことを慎んで祈りますそして両手を上げて「万歳」と叫んだナスがキンキラ声でそれにわした皆もうだいぶ酔っているのだったそんな祝辞があるものか真面目にやれ真面目に 犬色が泳ぎ出してきて抗議した「ちょっと伺うがねそいで食わせる方はどうするのかね」「訳はないさガキ同士で相互扶養をやらせるのだ兄はすぐその下の弟を養う義務があるその弟はすぐまた下の弟をこんな具合にじゅんぐりにやっていく一番ビリのガキは一番上の兄を養う要するに 久賀夫妻は手をつかねて見ていりゃいいのさ乾が憎々しい口調でつぶやいた「ふん、新聞記者の頭なんてたわいのないもんだ」これがきっかけになって二人は口論を始めた那須までそれに加わっておいおい手のつけられないようになっていった葵は そんな騒ぎもほとんど耳に入らない様子でうっとりと目をほおえませていた暗淡たる過去の残像も記憶も夢の,の朝霧のようによろむき始める霧が晴れて野の,の上に今朝日が昇りかけようとしている快活な新しい生活の寝床では昔の夢さえ見ないであろう何より自分は もう一人ではない確約たる詩人の魂を持ったこのアドニスは自分を引いて人生の揺楽の秘書に導いてくれるのであろう葵はそっとテーブルの下をまさぐったそこに久我の手があったそれが葵の小さな手をその中に温かく巻き込んだ葵の背筋をぞっ 幸福の旋律が走った口論が一区切りになったと見えて西街が亀の子のように首を振りながら葵の方へ近づいてきた「人殺しが取り持つ宴会なあと愉快ですなあ奥さん」と言いながらいやらしく葵の肩にしなだれかかった葵は微笑しながらうなずいた ナスが向こうの橋から、君、葵くん、と言いながら立ち上がってきた。ねえ、葵くん、ダンサー家業に決別の夜だ。記念のために単語を踊ろう。久我の方へ顔を突き出しながら。ねえ、いいだろう、久賀妙な面するなよ。亭主なんかどんな面をしたって構うもんか。葵くん、さあ踊ろう、踊ろう。葵の手を掴み損ねてテーブルの上へのめり、 息を止まって食べ荒らした皿小鉢と一緒に乾の膝の上へ転がっていったそれでまた人騒動が始まったまといつくように夫に寄り添って中野の二人のアパートまで帰りながら葵は歌い出したいほど幸福だった久我が言った今週の終わり頃、僕は 紅葉で台湾まで行かなくてはならない葵の肩を抱き寄せながらもちろん君も行く龍眼と肉食の蘭の花の中で結婚するんだね返事をする代わりに葵は目をつぶって口を差し出した木立が影を引く青白い道の上に立って二人は長い接吻をした 10時0分、東京駅発下関行き急行二人は大雨の中を東京を立っていった乾が行き先切って駆けつけてきて大阪寿司に一箱のキャラメルを添えて二人の窓の中へ押し込んだ「すぐ帰ってきますわ」「葵が乾に行った」「そしてその方へ子供のような小さな たおやかな手を差し出した記者が出ていた。